在の話をするよ。中学生の時はクラソンと使ってた。昔は鉄道の枕木を腐らせないために使われていた茶色い液体さ。臭さが効くと思ったんだ。ある日それを机の引き出しの中にこぼしてしまった。その強烈な匂いは高校生になっても残っていた。ファッションのどかな二人も防虫剤としては夢だけど、いつの間にやら手に入れにくくなった。今はネオパラエースを使っている成分はパラディクロロベンゼンだ。発がん性があると言われてミセスロイドに繰り返した。成分はローフラボチンだ。匂いがないし交換時期が文字で表示されて便利だと思った。でも茶たて虫が湧いてしまった。そんなわけでまた